都市部でミツバチを飼育する都市養蜂についてです。岡山市の市街地の中心部で行われている模様をこれまでもお伝えしてきましたが、今回は別の新たな動きです。ミツバチの巣箱が今回置かれたのは、皆さんもよく行くであろうあの場所です。美味しい蜂蜜を作ってくれるミツバチ。一匹のミツバチが一生かけて集めることのできる蜂蜜の量は、ティースプーン一杯にも満たないほどの量と言われています。そのミツバチの巣箱が思わぬところに設置されました。岡山対馬郵便局の屋上です。岡山大学対馬キャンパスのすぐ近くにある岡山対馬郵便局。巣箱が置かれたのはその屋上です。ここでビルの上っていうの聞くけど、ここもそう。ああ、知らなかったです。養蜂街中でそういうのをこう自然とこうつながるっていうのは、まあすごいいいことだと思います。緑化推進や環境教育などを目的に近年増えている都市養蜂の一環です。これ日本ミツバチなので、多分あの山の中から飛んできてくれたんだと思うんですけど、日本の在来種で野生の日本ミツバチ。対馬郵便局に集まるのは、周辺にある半田山などから飛んできた日本ミツバチと思われます。西洋ミツバチと比べ飼育が難しいとされ、また蜜の収穫量も少ないため、日本ミツバチの蜂蜜はかなり貴重なものと言われています。2019年ぐらいからですね、東京の地方創生やってるところがですね、銀座のど真ん中で養蜂をやっていたんですよね。東京でできるんなら岡山でもできるかなっていうふうに思ったのがきっかけで、いろいろ勉強してたらですね、日本ミツバチって面白いなっていうことになって、でやってみようという。地域の活性化につながればと野村さんから始まった岡山の郵便局での養蜂。今では養蜂の面白さ、ミツバチの可愛らしさに触れた同僚の郵便局長らも野村さんの活動に賛同し、その輪は岡山市、吉備中央町などに広がっています。現在巣箱は郵便局の屋上や郵便局長の実家、さらには OB が所有する山など8カ所に設置され、およそ20万匹の日本ミツバチが飼育されています。養蜂を始めると聞いた郵便局の職員は、びっくりしました。成り立つと私は思ってなかった。そんなのことができるんだって知らなかったから。蜂、ちょっと怖いなっていうイメージがありましたけど、仕事だけではやっぱり味わえないというか、このやっぱ自然界のなんか凄さみたいなのすごい感じますよね。郵便局の会社の方にはですね、CSR 活動に登録しているので、本業に支障が出ない程度にお世話をしてもいいよと。でこのミツバチの養蜂を通じて、まあ、地域に貢献してくださいっていうのが条件でやらせていただいてます。認めていただいてます。郵便局での養蜂を始めて以降、活動に参加する郵便局員らは地域の環境や生態系により目を向けるようになり、いろいろな輪もでき始めています。養蜂するにあたって、その地域の方とお話しすることが機会が多くなって、耕作放棄地って言われるところが目立ってきて、大変なんだというふうな話になって、それだったら我々でお手伝いできるようなことって何かあるかなということで始まったのが山椒栽培。巣箱を設置している岡山市三津地区では山椒栽培を始めました。耕作放棄地が増えると害虫や雑草などで土地が荒れ、結果ミツバチの数にも影響してきます。そのミツバチが育つ環境を維持するためにも、このような里山保全が重要となってくるのです。また山椒の栽培はイノシシが強い香りを嫌うことから獣害対策にもなり、さらには収入源としても期待されるといいます。郵便局ならではみたいなところもあるんかないう気はしましたけどね。地域密着いうところでね、耕作放棄地どねんかしてくれとか、そういう話が出とんかなって。イノシシやシカなどを捕獲するため狩猟免許を取得し、罠を設置した郵便局長も、すべてはミツバチから始まった動きです。
イノシシは数は増えてるのに狩猟免許を取得しているよりはだんだん減ってきているので、まあ、高齢化で減ってきているんだと思います。地域にちょっとでも貢献できればということで取ろうと。ミツバチをきっかけに郵便局と地域との関係がより深まりました。そして次なるステップも描いています。洋菓子屋さん和菓子屋さんが私たちが取った蜂蜜を利用して、なんか商品開発をしてもらって、この地域じゃないと食べれないよっていうふうな、そういったことができればなんかすごい楽しいなと思います。採取した蜂蜜はまだ量が少なく販売には至っていませんが、郵便局の蜂蜜を使った特産品の登場が待たれます。目指すのは蜂蜜を通じた地域おこし、郵便事業だけではない新たな取り組みで地域貢献を目指しています。さてこちらがこの VTR に出てきた日本ミツバチなんですが、この日本ミツバチ、まあ、日本の在来種で基本的には野生です。そして一方西洋ミツバチは明治時代に海外から輸入された外来種、主に受粉用や養蜂用として飼育されてきました。さて今回は特別に野村さんの郵便局で採蜜した蜂蜜をいただきました。ぜひ春川さん杉沢さん召し上がってみてください、はい、いただきます。いただきます。すごく甘い香りがしてます。なんかこう味わい深い味ですね。そんなに甘すぎず、こうなんか濃い味ですね。ものすごく濃厚ですね。ね、美味しいです、うん、すごく。口の中にこうふわーっと甘い香り広がりますね。美味しい。郵便局といえばこう地元に密着したネットワークっていうのが強みなんですけども、はい、ね、VTR にもあったようにやっぱり蜂蜜から始まって、その山椒を植えたりとか、その、ね、獣害の対策をやるとか、このネットワーク作りっていうのがやっぱりすごいですね。ただ手続きをするだけじゃなくて、自然とのつながりだったり、こう人とのつながりが生まれる場所にね、また新たな拠点としてなりそうですね。なんかいっぱい可能性を感じますよね、はい、今後この蜂蜜が地域の魅力発信につながることを期待したいと思います。